皆さんこんにちは、日本一周の旅をしている和道です。今日はですね、福島県の五色沼に、来ました。いろいろ考えたんですけれども、なんかこう風景の綺麗な場所がリスナーさんに楽しんでいただけるんじゃないかなっていうことで沼を選択しました。すごい綺麗、すごい綺麗だよ。これ伝わるかな、色味伝わる？ちょっとね、真緑なんすよ。真緑に見えないでしょ。どう？これ緑感伝わってんのかな？これ緑の綺麗さ伝わってる？ちょっと伝わってないよね。光ってるからね。これどうすればいいんだろう。ちょっと待ってね。カメラの設定をちょっと変えますね。僕が見てる緑に見える？もうエメラルドグリーンなんですよ、僕の視界は。エメラルドグリーンに見える？僕の目にはエメラルドグリーンの綺麗な沼が映ってるんですけど、ちょっと違うっぽいね。ちょっとカメラの設定変えてみるね。映像構成。多分ね、明るすぎるのかな？ちょっと、バランスがおかしいので、どうすればいいのかな？コントラストかな？コントラストじゃない。明るさ？明るさかな？あー、近くなってきたな。こんな感じか。コントラスト上げて、うん、鮮やかさを上げると。あー、だんだん近い、近い。近くなってきた。で、鮮明度を上げると。あー、こんな感じ。見えてきたでしょ？で、ホワイトバランスを、ちょっと今、てこ入れしてるんで待ってくださいね。あー、いいね、いいね、いいね。こんな感じ、こんな感じ。よし。どう？緑色、そうそうそう。今ね、ちょうど画質の設定変えたんだけど、ちょうど僕の目に映ってるのと綺麗でしょう。同じぐらいの色になりました。そう、綺麗でしょう。そう、今ね、俺の視界の、視界だともっと鮮やかなんだけどね。綺麗でしょう。今からじゃあ、この、五色沼で配信をします。いろんな色のね、沼があるんで、楽しんでいきましょう。いきまーす。じゃあ、配信スタートでーす。よいしょ。よいしょ。ちょっと色が抜けすぎてるかな。しょうがないか。しょうがないよね。みんな色楽しみたいよね。沼の色楽しみたいからこの色でいいよね、今日は。この真緑ですよ、本当に。本当に真緑。すごいね、のんちゃん。綺麗だね。すごい緑。やばいよ、超綺麗。何これ。本当に真緑なんだね、これ。綺麗だね。真緑、エメラルドグリーンですよ。ちょっと色が、ちょっと違うからカメラの設定ちょっと変えるね。映像で伝えるの難しいね。あのカメラの、あれも、設定一つで全部変わっちゃうんですよ。うん、いいところたくさんありますね。ちょっと待ってね、沼の色を、明るすぎるのかな？これくらいでコントラストを下げる。コントラストを下げて、コントラスト上げていいのかな？自動にする。鮮やかさが強すぎんのか？ちょっと鮮やかさが強すぎて、コントラスト上げ。明るさ。明るさだな。これくらいにして、これくらいでいいんじゃないかな。ホワイトバランスを、これくらいかな。通っても大丈夫ですか？あ、もちろんです。すいません。よいしょ。逆光補正。これくらいかな。これで緑に見える？大丈夫？緑に見えるかな？大丈夫？
ちょうどいいね。これくらいのバランスでちょうどいい。うん、綺麗だね。グリーンですよ。じゃあ今からハイキングします。皆さん。ガラス管なんかもあるんだ。よいしょ。今からハイキング1時間お楽しみください。のんちゃん合流したよ。綺麗だね。すごいよ。おー、すごいすごい。なんだこれ。公園プレゼントありがとう。アイテムプレゼントありがとう。道がねえな。マジか。ぬめるな。レクチーいらっしゃい。エメラルドグリーンだよ、レクチー。やばくない？これやばいでしょ。ちょっと川の方に、沼の方に行ってみますね。いやー、いいなー。すごいね。雪あるよ。雪全然残ってるよ。ちょっと上から覗いた方が綺麗だね。水面に近ければ近いほど緑感が伝わらないね。よいしょ。じゃあ、歩いていけ。え、どこ歩くの？こっち？どうやって行ってた？今の人。マジか、舗装されてねえのか。ぬちょぬちょですね。よいしょ。雪残ってるね。寒い。服装が。べっちゃべちゃじゃん。のんちゃん気をつけてね。いやー。気をつけて。よいしょ。よいしょ。どこに渡っていけばいいんだ。緑ですよ。エメラルドグリーンです。こんにちは。すいません。こんにちは。すいません。エメラルドグリーンです、皆さん。すごい綺麗。ちょっとね、俺が見てる映像と違うね。ちょっと待って、カメラの設定。いや、これね、本当に真緑なんですよ。本当に俺の目から映ってんのは真緑で、ちょっとカメラだ、伝わんねえな。これどこだろうな。どの設定だろう。綺麗だね、のんちゃん。鮮明度を上げればいいのか？鮮明度。難しいね。明るさ。あ、こんな感じ、こんな感じ。こんな感じですよ、皆さん。だいぶ近くなったかな。だいぶ近くなった。うん。鮮明度を上げるとどうなるんだ。ちょっとね、カメラの設定が難しいんですよ。ちょっと我慢してください。こんな感じかな。行った人の特権だけど、これは伝えていきたい。もう緑なんです。エメラルドグリーンなんですよ。色鮮やかな。まあ、ねえ。それをね、みんなに伝えるのが俺の仕事でもあるから。泳ぎませんよ。あのさ、雪残ってるんだ。あのさ、雪残ってるんだ。いや、すごいな、これ。すごいね、吉尾さん。透明度もある。透明度もあるんだよね。透明なんですよ、水が。なのに緑なんだよね。なんでなんだろう。綺麗だね。うん。だいぶでも、この色のコントラストとかだいぶ近づいてきましたね。透明度はすごい透明だよ、ほら。そこに草が生えてんの見えるでしょ。うん。いや、すごい。ああ、この感じ、この感じ。今、のんちゃん、この画面見て。この感じだよね。まんま近いよね、今。綺麗。近い、近い。近い、近い。そうそう、こういう感じね。今は、エメラルドグリーンの沼です。これ、早く行かないとさ、これ、制覇できねえな。じゃあ、次の沼に向かいましょう。ハイキングコースです。魚もいるのかな？魚はどうだろう？透明度はすごい高いの。透明度はかなり高いですね。で、エメラルドグリーンが、こう、ファーっと奥まで続いてます。なんか、鯉がいるっていう。鯉がいるの？雪邪魔だよ。
氷の塊になっちゃってるね。ね。すごいよ、生で見ると。もうね、奥までずーっとエメラルドグリーンなの。この沼全部緑だよね。すごい。ちょっとね、うまく画像で伝わってないのは申し訳ない、本当に。ただ、なるべく頑張るから、その、実際目で見たのと色合いが近い感じに、カメラの設定するからさ、頑張って伝えますよ。ボートは、ちょっとね、次の撮影スポットの関係とかもあるから、時間に余裕があったらって感じだけど、べっちゃべちゃだな。これ滑ったらパソコンお釈迦だな。引っ張ってるっていうか違う。な、そういうさ、大人げないこと言わないの。ネイチャー感すごいね。本当に。言うほどハイキングなんだけど、舗装されてない道だから。もうベチャベチャですよ、雪解けで。いや、ていうかすげえな、ほんと。ほんとに何もしてないな。観光地なのにね、ちょっと逆光が強いのかな。夏に来るようなところ。これすごいっすね、パチさん。これは来てよかった。これは、なんだこれ。ちょっと。どうやって渡るの、これ。これどうや、いや、マジどうやな。よいしょ。あ、やばいやばい、スニーカーやばい。ちょっと待って、やべえな、これ。あ、雪の上の方がいいわ。もんじゃ滑らないように、絶対。あー、あぶ。よいしょ。これ、ちょっと無理があるだろう。あ、あ、危ない危ない危ない。もんじゃ絶対滑るから気をつけて。そうそうそう。危ない危ない。滑るからね。はい。大丈夫です。俺、パソコン持ちながらだからさ。これも雪の方がいい。危ねえな。よし。第一関門突破。え、電波厳しい？電波厳しい？そうだね。ちょっと15時間に合わないかな。あ、3G 回線になりやがった。うん、マジか。頑張ろう。頑張って。電波か。マジか。いや、これハイキングって。見れてる？音は来てる？音来てますか？電波か。まあ、しょうがないよな。またなんか青色に変わってきます。おー、ブルーだ。ブルーですよ、皆さん。ブルーだね。見えてるかな。あ、コイいる。いたいた、ほら。ハートの恋いる。ハートの恋。ハートの恋がいたら。へぇー。あ、あれじゃない？ほら、ほら、ほら。あれ、ハートの恋かな？ハートの恋かもしれない。すごいね。恋いますね。すごい。しかも真っ白だね。うん、2匹でつがいで。電波がね、多分届いてない。ねえ。よし。電波がないかな。恋発見しました。電波見えてます？つながりました？PTPT か。今ね、ブルーに変わってるんですよ。で、そこにね、鯉がいるの。見える？鯉。今度はブルーですね、今。深いブルーになって、鯉が2匹いました。泳いでます。見えてます？見えてるかな？見えてることを祈ります。うん、次行きます。バガーありがとう。白クジラみたい。ねえ、すごいね。いや、これはすごいわ。そうだね。グリーンが綺麗だね。鯉見えた？嬉しいわ。なんか鯉、ハートの鯉がいると結ばれるって言って、のんちゃん見つけたよ。ハートの鯉がいると結ばれるんだって。
今またグリーンになってきました。今またグリーンです。皆さん。コントラスト。そう、ブルーからグリーンに変わりましたね。あの、五色沼だからいろんなね、今は緑ですね。すごいね、ほんと。ちょっと歩くと変わり、え、どこ道がないんだけど。え、これ埋まってるパターンもしかして。道がねえ。どうしよう。よいしょっと。ザックザック行く。あ、埋まる埋まる。これ、どこだ道。木の杭みたいのがあるから、あっちはある。このルートでいいのかな、うん、そうだね、高光の心臓っていうか、高光の心並みに綺麗ですね。本当に。ナイスコメントです。福島の次は宮城だね。よいしょ。ふぐちゃん、ちょっと遅れるかも、15時。遅れたらごめんね。ちょっと雪が残ってて歩けねえ。光回線で音はいた通常。画像だけ PTPT。申し訳ない。申し訳ない。ありがとう。よいしょ。画像見えたら画像来たよって教えてね。見えてる？足が悪くなる。あ、本当ですか？雪も深いし。ど、はい。長靴に履き替えてた。あ、長いの無理ですか、うん、ね、そこ。はい。その正面。はいはい。雪見えます坂になってる。見えます。あれ登ってくんですよ。あれをですか、だから、はい、この道が1時間じゃないの。あ、なるほど。そんなので、はい。坂上がってかなきゃいけない。はい。じゃあ次の沼も見えない感じですか、もう行くの大変みたいな。だから、あの、入り口に、はい、あの、なんだっけ。はい、あの、撥水の靴に履き替えましたかって書いてあったんだけど。ああ。だからそんな感じ。わかりました。ありがとうございます。マジか。あ、ですよね。うん。あの、道がもう全部雪で閉ざされてるから、無理だよっていう、あの、教えてもらいました。もしかしたらこれは。え、マジか。赤沼見たかったんだけどな。確かにスニーカーでこれは無理だよな。どうする？頑張る？だからみんな長靴だったんだ。あの人たち知ってるんだ。これは確かにハイキングコースじゃねえよな。ちょっと。雪山登山になる。雪山登山だよな、これ。あー、どうする？もうちょっと進んでみようか。うん。この景色はやばいよね。この景色、やばいよね。緑の。違うのがありそうだけど。いや、違うんだよ。向こう、赤とか、うん、もっと、すごい色がいっぱいあるの。すごい色だから、すごい色。違う違う。だけど、道がこんなんなんだって、雪なんだって、全部。頑張ろう。頑張る？ OK。じゃあ、配信者の、あの、マジか。ちょっと配信者魂で進みます。あちょっと、これマジでやばいぞ。マジでやばいぞ、のんちゃん。ズブズブ。俺はいいけど、のんちゃん絶対怪我しないでよ。うん、進むけど。ズブズブで。やば。やばいな、これ。ああ、ちょっとちょっと、俺さ、十何キロの重り背負ってるから。あ、重いんだ。そう、総重量が今90キロぐらいなんだよ。埋まる。やばい、これ。のんちゃん軽いから平気で。ああ、くそ。ああ、マジで進むの、これ。え、みんな見たい？五色沼今一個の緑しか見れてないんだけど。だからみんな戻ってきてんのか。これ一色しかまだ見れてないんだけど、一色でもやばいよ、これ。見える？この緑。帰る？いや、雪が深いんじゃなくて、俺が90キロで重たいから、あの、埋まっちゃうんだよね。どうかな？頑張るか。配信者だもんな。そうだ、配信者だもん。そうだよね。体を張ってなんぼの配信者なんで頑張ります。行きまーす。いやー、ひどい。道がひどい。機材壊すのだけ注意します。これ1時間で進めねえよ。これ多分ね、雪が溶けてて普通の道になってたら1時間なの、ハイキングで。ナチオでさ。
これは、だってさ、これ配信回してなくても歩くのきついもん。バッグ置いてくれよかったな。こんなことになるとは。ねえ。ちょっとここで記念撮影しよう、のんちゃん。こんな感じ。あ、俺の顔が映るとコントラストがおかしくなる。マジかよマジかよ、コントラスト俺の顔でおかしくなんのかよ。ちょっと無理かな。ちょっと映像だけで我慢してください。かなり近いですね。僕が見てる映像にかなり近いのがこの色です。ああ。よし、行きます。道ねえじゃんこれどうやって進むの？え、見えないじゃん、道。足跡たどるの？しかも冷てえな。遭難しました。え、ちょっと待って、道がないんだけど。どうするこれ。全部雪じゃん。全部雪でした。これグリーンですね。グリーンです。エメラルドグリーンですね、僕の目に映ってるのは。ちょっと青っぽくなっちゃってるのは申し訳ない。申し訳ない。ほっこりお兄さん、わこつー。よし、進もう。綺麗だなー。綺麗だね。雪ですね、これ全部。超寒い、超滑る。で、歩道が見えない。歩道はない。歩道ないね。埋まっちゃってるね。次の沼に向かいます。いやいや、まあ、せっかくの旅なんで、みんなにね、素晴らしい景色提供するのが僕の仕事なんで、みんな癒されてください。めちゃめちゃ寒いよ。この雪見ろよ。この雪見ろよ。スキーできるよ。スキーできるよ、本当に。こんな雪が残ってんだよ。寒いに決まってるじゃん。自殺行為だよ。売店で服売ってなかったし。フォローありがとね。フォロー、日本全国、いい景色を映してる旅人です。もしよかったら皆さん、あ、大丈夫、のんちゃん。もしよかったらフォローしてってください。やべえな、これマジで。え？タイムラグ結構あるんだろうな。え、ちょっと待って、道どこだ？こっち？こっちか。すごいよね。雪。わのんちゃん気をつけてよ、ほんと。さらに。よいしょ。でも、来てよかったね。ねえ。ねえ。来てよかった。うん。よいしょ。自然に近い探索路であるため、ぬかるみがあると。よし。ぬかるみ。ぬかるみがあると。だらけです。五大湖から制覇すんの？ちょっとフグちゃんと約束してるからさ、俺。ちょっと配信のその、時間的な都合もあるから。あー、綺麗だな。うわー、すげえな。おばちゃんは次の沼諦めたって言ってたもんね。おばちゃんつうかお姉さん？あれ？ちょっと行き止まりじゃん、のんちゃん。のんちゃん、え？山登んの？行き止まりじゃん、のんちゃん。ちょっと景色映しますか。いや、これマジですごいよ。マジでエメラルドグリーンだからね。すごい景色だよ。いや、もうバスクリーンどころじゃないよ、マジで。これはすごい。じゃあ、のんちゃん先行こう。今度は山登ります、雪山を。透明度はね、すごい高いの。だから不思議なのよ。さっき鯉がいたんだけど、真っ白な。それもね、鮮明に映ってたぐらい。透明度は高いのになぜか、乳白色のエメラルドグリーンなの。奥の方が。で、色合いが変わるのよ。よいしょ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 。あ、これあれだな。アクションカム欲しいな、こういう時は。ねえ。みんな癒されてください、映像だけですが。頑張ってね、のんちゃん。次の沼行こう。
ょう。ハイキングってレベルじゃねえな。寒いね。次は何色かな。緑色のがこれ一番でかいやつなんですよ。緑色のがすごい緑だよ。大阪駅よりハードだね。次、俺赤色の沼が見たいんだよね。ああ、気をつけて。気をつけてよ。怪我しないようにね、のんちゃん。映像来てるかな？今、4G だから多分映像来てると思うけど。頑張って、次に進みます。滑ったらアウトだな、これ。来てる？ありがとう。そうだね、赤色は記念撮影だね。じゃあ、緑の沼にお別れしましょう、皆さん。緑の沼ありがとうございました。名前はわかりませんが、すごい綺麗なエメラルドグリーンの緑の沼でした。次行きます。いやー、これは記念になるね、のんちゃん。いいね。うん？ああ、道あったね。よかった、よかった。道あった。よいしょ。すごいね。これは。こんなの、見たことないよ。え、また、うん、またかよ。あ、大丈夫、うん、また雪だ。カメラの設定もう一回変えるから、のんちゃんストップ。そうなんだよ、沈むんだよ。危ないんだよね。キスキル？獅子神の森。うん、よっしゃ、よし、行きますか。コツコツするね、音がね。キツツキの音するね。どこだろう。キツツキがどっかにいますね、近くに。近いな。キツツキ近いよ。どこだろう。どこだ、キツツキがいる。どっかに。大丈夫よ、のんちゃん。キツツキ見たいな。キツツキの音がする。のんちゃん、ちょっと待って。そっちで合ってる？合ってるな。え？はい。これ長く使うべきだったな。マジで。ちょっと待って、暗すぎる今度は。カメラの設定むずいな。
映像構成。どうすればいいんだろうな。こんくらいか。どうぞ。こんにちは。いい。よいしょ。じゃあ進みます。よいしょ。これ沼じゃないの？じゃ小さすぎるよ、これ。これは違う。でも透明度高いね、水の。これ雪解け水でしょ。あ。熊、こんなところで熊出たら戦えないよ。いや、クマ注意って出てるって。のんちゃん、クマ出たらどうやって戦うの？まず、見てみ。うん。ストレートパンチ、ダーン。うん、こっち側向いてやって。ストレートパンチ、ダーン。ドーンってやって、どうすんの？クマがどうなんの？うん、そしたら、うん、ビクって、うん、ビビるから。そしたら、うん、最近覚えた、うん、ローキックを買った。頭に、ガーンって。で？バーン、のんちゃん、ドーン。のんちゃん、クマじゃ頼むよ、出たら。うん、のんちゃんがいるから大丈夫だわ。よいしょ。のんちゃん、最近ローキック覚えたんだ。よいしょ。昨日動画で見ただけでしょ、空手の動画。覚えてないでしょ、のんちゃん。YouTube 見てそう気になってるだけだよ。だよ。熊です。あれ覚えたの？よし。危ねえな、マジで。スニーカーで雪は舐めてるよね、これ完全に。緑。うん、緑健二さん。次の沼、あ、ま、緑でけえな。まだ緑の沼だね。はあ、綺麗だな。ずっと緑だね。この沼が一番でかい沼なの、のんちゃん。でもね、奥の方にあるやつが見たいんだよ、俺。ちょ、頑張ろうぜ。こんにちは。こんにちは。奥まで頑張ろう。え、熊出るんすか本当に。なんかあそこに熊注意って感じ。ですよね。こう。ああ。先行ってみて。あ、そうですね。熊出たら大声で叫びます。出ましたー。で、出ましたーっつって。熊が出るな、でも冬眠中じゃないの？春か。思いっきり起きてんじゃん。熊。怖っ。うん。花をかし出てきたかも。そうだよね。がっつり襲われるよね。俺、あれだよ。捨て頃出る前に熊と戦うとかそういう設定嫌だよ、マジで。美味しいね。うん。熊が出たらまず追いかけるってさ、言ってたの、この間。え？何？何？いや、シャレになんないぞ。野生舐めてたらやられるよ、本当に。そうなの？そう。うん。次の沼行こう、のんちゃん。頑張ってるよ。うん。こんにちは、高谷さん、お疲れ様でーす。今、エメラルドグリーンの沼を見てます。綺麗でしょう、みんな。綺麗だね。次の色の沼を探しに行きます。でも野生の猿、道であったもんね、のんちゃん。猿はいたね、野生の。道路でいっぱい。この近くなの？いや、あんな綺麗な沼があるなんと、すごいね。地球は広いね。よいしょ。
つぼっくりがいっぱいあるね。めっちゃ綺麗だよ、ほら。やばくない？マジでエメラルドグリーンだからね。すごいよ、ほら。なんとか、それは何なんだろうね。なんか、リスナーさんが教えてくれてる。猫助さんいらっしゃい。もしよかったらみんなフォローしてね。ソハラコ、ソハラコって言うんだ。よし、どんどん行こう。うわぁ。滑る滑る。危ねえ。配線引っかかるな。150名さんいらっしゃい。楽しんでってください。お、終わりだね。ちょっと名称はよく分かってないですね。もう、五色沼行こうっつって。もう着いてから配信ずっとつけてますね。あ、ブルーになった人、あごめんごめん。ブルーになった、ブルーに。そこを、ここまでは緑なのに、ここまで緑なのに、ほら、深いブルーになった。すげえな、ほんとに。なんでこんな色変わるんだろう。めちゃめちゃだね。滑るから気をつけようね。今度はブルーっぽいっていうか、なんか、透明感のあるブルーっすね。綺麗だなぁ。この色もいいね。うん。だからそこまで緑なんだよ。そこの境に変わるの。すごいでしょ。山ちゃんいらっしゃい。そこまで緑なのに繋がってるんだよ、これ。繋がってるのに、ブルーに変わった。すごいなぁ、ほんと。すごいね。で、透明度もすごいある水なんだよ。綺麗だなぁ。飲めるよね、これ。なんでこんな不思議な感じになるんだろう。うん。おい、二色制覇だね。よし、次、どっちだ？すごい綺麗。あ、そうなんだ。観光向きなんだ。こっちは難易度高かった？もしかして、五色沼は高い方難易度。観光向きじゃない方に来てるっぽいよ、俺。そんなのあんの？なんか、ほら、湖とか沼いっぱいあったじゃん。うん、だから、いろいろあるみたいよ。まさか、雪道ハイキングになるとは思わなかったな。あ、夏がいいんだ。すごいね、これ。雪山じゃん。赤い沼早く見たいな。あるかな。こんなに雪残ってると思わなかったわ。ねえ。だよね。電波ある？みんな。なおつーさんいらっしゃい。雪っすね。福島県の五色沼です。オッケー。いや、自然すげえよ。
本当に神秘だね。これは東京にいたら見れない景色だよ。え？だね。でもここまで来て引き返すの嫌だよね。これあれだよね。あの山、男山の時と同じパティーンだよね。帰れなくなるっていう。ラグってるけど来てる。オッケー、ありがとう。あれはひどかったね。あれはひどかったね。ずっと階段だからね。ひたすら階段登らされたかんね。あ、のんちゃん、ペース早い人来てるから横にそれて。こんにちは。こんにちは。全部雪ですね。こんな感じです。雪山、山っていうか。裏なんて読むのこれ、ワンコさん。そう、俺のね、配信は画質が売りだからね。行こうか、のんちゃん。滑らないようにね。裏磐梯って言うんだ、こっちは。え？うん、それ合ってるんだけど、裏磐梯っていう湖なんだって、今のは。あの、緑色？うん。溶けかけてるから沈むのかな。遠いな。あ、大丈夫、のんちゃん。うん。ぶっけた？うん。あれ、電波なくなった、また。あ、いいね、天ぷら。え？天ぷらそば食おうね、後で。滑るな。あ！長靴おすすめです、この時期は。この時期の五色沼。まあ、渡れない感じか？よいしょ。嘘。それ渡れんの大丈夫？のんちゃん渡れる？それ。これ厳しいな。初見さんいらっしゃい。フォローよろしくお願いします。のんちゃん気をつけてよ。っていうか気をつけてよって俺どうやって渡ろう。俺が一番ハードル高いじゃん。いける、のんちゃん。ああ、のんちゃん。のんちゃん。
のんちゃん超えられたけど、俺超えられるかな、これ。いや、向こう岸だもん、のんちゃんは。のんちゃん、向こう岸。もう一回やって、それ。違うでしょ、もっとぴょんぴょんしてないでしょ。これ、川を隔ててるから、じゃあ、渡りますよ。怖え、これ。ああ。沈む。やべえな。どっちだっけ？これ、のんちゃん、そこ踏めたそこ。そこ。いけるかな？ああ、崩れるな。ああ、やばい。よいしょ。ああ、びちゃ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 。ああ、ふぅ。いけた。どっち？ああどっち？これ沼じゃないよね。これ雪解けだよね。はあ、危ね、沈んだ。難所クリアしました。ここ渡りました。よいしょ。よし。冷たい冷たいああ冷たいああ誰あよいしょそこから群馬帰、郡山帰るわけじゃないんだ。会津若松、あ、のんちゃんまた転んだ。大丈夫？大丈夫。うん、気をつけてよ。うん。滑るな。緑また？マジ？あ、ちょっと色違うじゃん。あ、また緑だ。二つ目来ました。緑の色すげえ。違うね、全然。抹茶だね。さっきはエメラルドグリーンだったけど、今回は、違う色だ。すごい。二つ目かな、これが。すごいね。あそこは何色？あそこオレンジだね。オレンジと緑だ。すごい。違う色の緑ですよ、皆さん。すげえな、ほんとに。すごいね。綺麗だな。俺赤が見たいんだけど、のんちゃん。赤どこだろうね。すごい綺麗だね。今3個目？え、今3個目、2個目だよね、これ。これ多分2個目だよ。すげえ綺麗だよ。なんだろうこれ。なんとも言えないよね。ほんとなんか、なんだろう。すごいね、のんちゃん。バスクリーンじゃないもんね。ああ、綺麗だな。すごいね。まんじゅうの天ぷら。へぇー。まんじゅうの天ぷらが美味しいんだって。すごいね。2個目です。オレンジは数じゃなくて、沼の数が5個あるから五色沼なのよ。だから今2個目の沼。色が5色ってわけじゃないのよ。沼が5色の沼があるから五色沼なんだって。沼2個目制覇です。次の沼行きましょう。OK、次移動して。OK。
楽しめた。ちょっとキャプチャー用にコメント欄とこれ消そうか。綺麗だね。すごいな。すごい綺麗。よし。OK。じゃあ行くよ。キャプター。いや、これはね、贅沢だね。贅沢だよ。次行こう。てかもう1時間経ったんだけど、のんちゃん。片道1時間のハイキングコースさ、もう50分経ってるよ。どうしようね。これ往復4時間コースじゃん。でも赤色の沼見たいよね。もう、だってね、二度と来れないかもしれないもんね。頑張ろう。綺麗だね。すごい綺麗だよ。すごい。カマキリさんいらっしゃい。いやーよ、うわ沈んだ。行きましょう。いや、これ写真、一眼レフとかで撮ったら最高だと思うよ。そっからも綺麗。あー、綺麗だね。あ、この、こっからが一番いいかもね。うん。すごい綺麗。うわー、すげーわ。うん。日本全国のいいところをみんなに紹介しようね。あ、のんちゃんまた転んだ。3回目。のんちゃん。ゆっくりでいいから。のんちゃん3回目ですね、転ぶの。あ、水が落ちてきた。一瞬壊れる。これはちょっと小さい沼だね。赤色ね。これはさっきのよりは小ぶりだけど、いいね。色合いがね、ちょっと、さっきのエメラルドグリーンとは違って、抹茶みたいな色ですね。え？え、これ赤沼なの？これ。え？これが赤なの？緑じゃん。赤って。え、全然赤じゃない。え、俺が見たかったの赤じゃないんだけど。これ詐欺でしょ。帰ろっか。え？赤沼なのこれ。なんかほら、すごい超遠いんだけど。超遠いね。今半分ぐらいだね。うん、さっきのがビシャノモン沼で、これ赤じゃないじゃん。いや、赤沼これだって。え、どういうこと？え、赤くないじゃん。なんか、縁がなんか赤いような気がするけど。縁が赤いけど。え、季節によって違うの？思いっきりここ赤沼って書いてあるんだけど。え、騙された？踊る？もうなんか、あと一個だし。いや、あと一個じゃないよ。ミドロ沼、竜沼、弁天沼、青沼、瑠璃沼、柳沼、沼。ビシャモン沼を見たんだよ。ああ、そうそう。季節で赤になるのか。え、さっきのこれじゃなかったの？最初来たところ。違う、ビシャのモン沼。そう。ああね。だから半分まで来たんだよ、今。ああね。もう帰りたい？いや、時間的にどうかなと思って。どうしようか。3時集合だから、どうしよう。これ、どう、これで OK ですか？終わりで。リスナーさん、これで終わりで OK？ いこれで、なんか僕赤沼見たかったんですけど、全然緑だったんで、これで終わりで OK ですか？どう思います？こんにちは。こんにちは。
向こうの色の沼って色変わる感じですか？全然。あ、そうですね。向こうは全然、この色じゃなくて本当に。何？ブルーですね。ブルーですか？ブラックボルトブルーね。次の沼が。次の次ですね。あ、すごい綺麗ですよ。あ、マジですか？ありがとうございます。次の次で。すごい綺麗です。おー、のんちゃん行かない？次の次。次は、これ弁天沼ってやつね。弁天沼。あ、ありがとうございます。これがかなり綺麗です。本当に。はい。ありがとうございます。あ、ふぐちゃんは、時間変更って言ったから行こうよ、せっかくだから。弁天沼だけ見ようよ。もうちょい歩いて。はい、次のとこ赤沼赤色じゃないんだ。ちょっと、もうちょっと頑張ります、のんちゃんと。弁天沼がブルーで綺麗だったみたいなんで。よいしょ。ふぐちゃんと今日コラボするよ。ふぐちゃんごめん。16時に変更でもいいかな、ふぐちゃん。今日16時に変更でもいい？赤沼は思いっきり緑でしたね。赤沼はね、思いっきり緑だった。赤い沼だと思ってたのに。どうした？どうした、のんちゃん？え？うん。それ折った方がいいね。ありがとう。ちょっと、弁天沼が綺麗みたいなんで行けます。次の近いじゃん。うん、お、緑だ。緑だ。ていうか全部緑なんだけど。あれ？あれ？全然五色じゃねえじゃんっていう。全然五色じゃないよ。また緑だね。うん。ちょっと季節間違えたかな？ちょっと季節間違えたかな？でもこれはこれで思い出になるっしょ。貴重映像だよ。後で、じゃあ、写真で見ましょう。あ、電波ねえな、しかも。体調のいい時の五色沼を後で体調、写真で。写真でね。Google でね。そう。電波悪いな。沼の体調も悪いね。また緑です。また緑ですね。渋い。渋いね。また緑です。あ、あそこね、コバルトブルーかな。あ、綺麗だね。コバルトブルー。こっちは透明だね。こっちは透明で、こっちが緑で、向こうがコバルトブルーかな。綺麗だね。なんでこれ沼の色こんなに変わるんだろうな。あ、綺麗だね、奥。あ、滑る。いろんな色が。いろんなね。黄色っぽかったり、赤っぽかったり。今のがミドロ沼だね。ミドロ沼。現在地。はい、いいよ、のんちゃん通って。ミドロ沼。今、ミドロ沼です。2色に分かれてますね。3色か。右が緑、手前がブルー、真ん中がオレンジ。すごいな。これ、キャプってみんな。これすごくない？映像映ってるかな？あ、16時じゃない、18時ね。16時じゃなくて18時。写真撮ろう。三、四色だね、ここは、沼が。
ここすごい綺麗だな。4色ですね。4色です。すげえな。これは綺麗じゃない？これは綺麗だね。行きまーす。あれ。行きまーす。よいしょ。ごめん、16時じゃなくて、どうしようかな。ごめん、フグちゃん、ちょっと、時間未定で、大丈夫かな。フグちゃん、ちょっと、この配信終わったら、プライベートで連絡します。あ、のんちゃん、杖見つけた。かっこいい、冒険者みたい。いいじゃん。ちょうどいいね、のんちゃん。これはまあ綺麗だな。のんちゃんが冒険者の杖手に入れたな。それ本当になんかいいじゃん。いい杖じゃん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。